はい、TTC の皆さん、こんにちは。これは TTC の B コースの第2週ですね。第2週のビデオになります。今週は、学習管理システムと教授法、こういうトピックでお話をします。はい、この1本目のビデオでは、学習管理システムとは何か、これについてお話をしたいと思います。はい、まずですね、先生の仕事っていうのはとても大変です。で、教案を作ったり、教材をコピーしたり配ったり、授業をして、授業が終わったらテストを作って、テストをコピーして、それから、宿題もチェックして、採点して、成績も管理しなければいけません。で、これらの仕事のうち、こういう星のマークがついているね。星のマークがついていることは、この学習管理システムを使うととても簡単になります。はい、じゃあ学習管理システムとは何でしょうか。これ英語で言うと Learning Management System ですね。はい。で、まあ授業のところはあまりそれほど変わりませんけど、授業以外の仕事がとても楽になります。人によってはこの WhatsApp をね、LMS として使うこともあります。で、インドでは、これ2020年の調査ですけど、使ってない人がほとんどでしたけど、その中でもこの Google Classroom がとても、使っている人の中では Google Classroom がとても多かったですね。それでこのコースでもこの Google Classroom を紹介します。どういうことができるかっていうと、宿題とテストの管理がとても便利ですね。浅い質問だったら採点も自動でできます。浅い質問っていうのは答えが一つしかない質問ですね。ひらがなの読み方とか。で、でも自動採点の結果を成績表ですね。成績表に自動で入れることができるのは同じドメインの場合だけです。TTC はちょっと皆さんと私たちが使っているメールが同じドメインではないので、これを成績表に自動で入れることはできません。深い質問は自動では採点できません。例えば、あなたにとって一番いい勉強方法は何ですかとかね。こういう質問の答えは採点はできません。で、学習者同士の交流には、あまり便利ではありません。ですので、WhatsApp とかね、そういうものを交流のために使うことが多いですね。日本の学校とか会社は Slack を使うことが多いです。はい、これが実際にその成績を見ている、この Marks のところですね。ここに人の名前が書いてあって、その人の成績がこういうふうに全部、一目で見ることができるわけです。で、ちょっとここ人の名前隠していますけど、一人一人もどの宿題をやって、どの宿題をやっていないか、ちょっとこれ動かしますけど、こんなふうにですね、この辺は、宿題してない、ミッシングというのが一目でわかるわけですね。で、全体で、スコアボードが何点になっているかもわかります。はい。で、これがですね、ストリームというところで、皆さんが交流をするところなんですけど、これはあまりちょっと、便利ではないかもしれません。はい。で、その代わりに、JFND ではこういうスラックですね。これがスラックですけど、それを使ってこういうふうに交流をすることが多いですね。はい。それでは次のビデオでは、Google Classroom を、まずは学習者として利用する。そういう体験をしてもらおうと思っています。はい、それではこのビデオはここまでになります。フィルミレンゲ。